いつも参考にさせていただいてます。大連将軍復刻祈願台。まあなんか、そうだね。ココミンが、なんかめっちゃ早く復刻来たし、もしかしたら大連将軍とか八重巫子も来る可能性が出てきたのは事実ですね。うん。てかなんでココミンなんだろうね。いや、マジでわかんないけど。うん。だって、まあどうなんだろう。ココミンが復帰カップ来たのは 2.1 前半だっけ？後半か。2.1 前半大連、後半ココミンか。で、復刻が、2.5 の前半が八重巫子で、後半が大連ココミン同時復刻かな？確か。うん。3回目のピックアップだからな。どっちかっていうとまだココミンが来るより八重巫子の復刻が来る方がまだわかるんだけど、ほんまになんか今回の復刻はココミンはほんまに異例の速さなのよ。今までの原神の中でも異例中の異例。なんでココミンっていう話ではあるけど、まあ、逆にまあ、今までちょっと復刻来ないんじゃねって言われてたキャラクターも一気に可能性出てきたから、まあ、アヤトとかもまあ全然おかしくはなくなったわけだし、まあまあまあわかんなく、なおさらわかんなくなったね。ダーツで決めてんのかねえ、答えよっていうのでは、ストーリーにココミン出る？あー、スメールの前半に？いや、どうなんだろうな。まだなんか、スメールで水元素キャラ、初心者にとって使いやすくて、まあ、水元素キャラクターで設置もあって回復は使いやすいでしょうぐらいの理由でココミン入れた説はあるかもしれない。初心者応援ぐらいのつもりで。まあ、確かに、ココミン初心者には使いやすいからね。こういうテンプで回心率が出ないから、ね、回心率マイナス 100% って、まあ、やっちゃ嫌だけど、まあ、ある意味で言うと厳選が楽だから、初心者からしたら逆に使いやすいかもしれない。